この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。レポート提出完了。今日はこのままゼミの打ち上げ。とは言っても4年や M2 の先輩たちにはクリスマスも正月もないんだろうけど。それでもこっちは晴れて冬休み入り。年末年始は今やってるバイト、2つのバイトに加えて短期のバイトも入れるか検討中。これじゃあ俺もクリスマスも正月もないな。けど今のうちに貯金しておかないと。来年は就職活動でバイトもままならないし。せつな冬休み、どっか行く？北海道でスキーとか、逆に沖縄とか、それとも思い切って海外？どうかな？そういうのをあまり想像できないな。せつなって見かけによらずデブ症だもんな。クリスマスも正月もないか。そんな完璧にガードしなくてもな。せっかくの冬休みなのにな。はあ、あ。4時35分。まさかの5分遅刻。この私を待たせるとは、いい身分になったものよね。翔子さん？そうか、これで余計な女は全て排除されたんか。小春、マリ。親友2人、バイト仲間。よし、完璧だ。こっから始めるぞ。さあ地獄へようこそ。って、私が時間通りに来てるのがおかしいのか。慣れないことするもんじゃないよね。翔子さん、あー、お腹すいた。ちくしょう、打ち上げでは食べてやる。あいつのおごりで食べまくってやる。翔子さんですよね。永瀬翔子さん。翔子？私です。ほら、小木曽刹那、覚えてませんか？この前のパーティーで。ああ、あれ、もしかして人違い？ああ、そうそう、翔子、私とはそんな名前だったわ。よかった。恥ずかしい、勘違いしたかと思っちゃった。どうしたの？今日はもう終わり？それじゃあお疲れ。うん、これで今年の講義は全部終わり。めでたくもあり、めでたくもない冬休みの始まり。そう、それは良かった。その、どうしたの？この寒いのにすごい汗。よくぞ遅刻してくれた、春樹。ほら、ハンカチどうぞ。もしかして体調でも悪い？医務室まで付き添おうか？さすがの私だってごまかしきれる状況とそうでない状況があるのよね。え？何？あ、ちょっと疲れたから一刻も早くここから離れない？じゃなくて、再会を祝してお茶でも飲みに行かない？やべえ、10分遅刻で、あれ、やっぱり時間通りに来やがらねえ。お待たせしました。ストロベリーパフェとマンゴーパフェです。ごゆっくりどうぞ。わーい、来た来た。勢いで頼んじゃったけど、夕飯前にパフェなんていいのかな。いいのいいの、年に一度の忘年会なんだから。
勢いで頼んじゃったけど、忘年会にパフェってのも、ま、いいか。それじゃ、今年もお疲れ様でした。乾杯。あ、こぼれるこぼれる。はあ、おいしい。うん、やっぱり寒い冬はあったかいお店の中でパフェだよね。こたつに入ってバニラアイスに通じるものがあるよね。私あれ大好き。せつなは？お得用パックはいつも常備してるよ。たまに弟が全部食べちゃって喧嘩になるけどね。なんて微笑ましい兄弟。みんなそうやって笑うけどさ、当事者たちにとっては死活問題なのよね。買ってくればいいってものじゃないし。ああ、わかるわかる。今こたつの中でこそが食べたい瞬間で、ちょっと経つとどうでもよくなっちゃうんだよね。そうそう、寒い中コンビニに出かけてもさ、結局買って帰るのは肉まんだったりして。当たり前じゃんね、外寒いんだから。2つ買ってきてさ、もちろん全部自分が食べるの、弟の前で。気持ちはわかるけど、ネクラな復讐だ。やっぱり美味しい。お店に入ってすぐに出てきてもダメなんだよね。だいぶ体が温まった頃に出てきてもらわないと。どうしたの？私の顔クリームでもついてる？結構明るくなったかなって、この前会った時と比べて。そうかな、別にそれほど変わらないと思うけどな。うまいこと言ってるんだ彼と。変わってないって言ってるのに。そもそもこの前から彼がいるなんて一言も。私はさ、もう大変よ。クリスマス合わせで新しい男見つけようって手当たり次第粉かけてるんだけどさ。勝手に納得して次の話題に進まないでほしいんだけどな。この電話は現在電波の届かないところにあるか、電源をお切りになっています。こんなことがあったんだね。そういえば泉って忘年会来なかったな。何やってんだよあいつは。現在5時30分、打ち上げの場所がわからないって泣き言言うから4時半にキャンパスで待ち合わせたのに、45分過ぎても泉は現れなかった。まあいつものことと言われればそんなような気がしないでもないかもしれないけど、それで連絡も取れないなんてのは俺の常識にはない。それじゃ飲み物行き渡りましたか？今までゼミの行事を、課題提出含め全部スルーしてきた泉が、初めて打ち上げに参加してもいいってんで結構方々に調整で走り回ったんだけどな。あの怠惰で気まぐれなジャジャ馬はやっぱり誰にも、よしきれないんだろうか。言い方は悪いけど俺にだけは懐いてくれてると思ったんだけどな。はい、それじゃ乾杯の前に荻島先生から一言お願いします。うん、それでしょ、私言ってやったわけよ。その23時からってのは何なのって。お、遅いね。さっきまで新入社員だから時間作れるって言ってたその口が何を言うかって。その日だけ忙しかったんじゃない？うん、その日がクリスマスイブじゃなかったら、うん、こっちも納得しないでもなかったんだけどね。
結局こいつも掛け持ちかよってまた一瞬で冷めちゃって。私の方から捨ててやったわよ、あんな男。強いのかな。結局今年のクリスマスもシングル確定。はあ、もうやんなっちゃうな。そんなに落ち込まないでよ。今日で今年の嫌なこと全部忘れるんでしょ。そっか、忘年会だったね。まあこうして人に聞いてもらって憂さを晴らすってのもありか。うん、私ならいつでも相手になるよ。話聞くだけしかできないけど。うん、サンキュー。でも刹那はいいよね。私なんで？だって彼とうまくいってるみたいでさ。うまくなんて言ってないよ。じゃなくて彼がいるなんて言ってないよ。ほんと自分で気づいてないの？この前と比べて断然明るいよ今日。で、どれだけやさぐれてたのよこの前の私。話してみ話してみ。私は人の幸福話聞いても落ち込まないからさ。すでにどん底だからこれ以上落ちようがないし。だから私はこの前のことだって例え話だって何度も。ああ例え話でいいから、何でもいいから。人の言うこと頭から信じてないんだもんな。別に一進一退だよ。一進一退？一度大喧嘩してその後メールで仲直りした。何それ、一進一退じゃん。だからそう言ってるのに。なんだかな。ご期待に添えなくて悪うございました。勝手に期待して勝手にがっかりされても困るよ。でも今は一進一退だけど、もしかしたら今度こそは前に進めるかも。ん？なんてね。勝手に期待して勝手にがっかりしても悲しいし、そういうことあんまり想像しないようにしてるけど。翔子さん？ん？あ、できた！ほらほら見て見て、さくらんぼの茎口の中で結べたよ。よかったね。北原、泉さんいつになったら来るんだよ。すいません、連絡つかなくて。彼女が来るってお前が言ったから今日帰省する予定をキャンセルしてきたんだぞ。とっとと帰省すりゃよかったじゃないですか。別にそんなもん飲み会に来る理由にならないでしょう。泉の打ち上げ出席宣言と結局のすっぽかしは男子ゼミ生の間に結構な波紋を呼んでいたらしい。何？やっぱお前ら付き合ってんだ。彼女目当ての俺らうざい？俺とは関係なしに、先輩たち本当にあんなんがいいんですか？だってさ、うちのゼミの中じゃダントツじゃん。その今のセリフは声を潜めて欲しかった。正面に女性軍がいるってのに。可愛いと綺麗の中間くらいでさ、あとなんか雰囲気あるんだよな。ありますよね。怠惰な、雰囲気が、前半に関してはコメントしないけど。結構フランクだし話しやすいし、一緒にいると楽しそうだっていうか。まあずっと一緒にいるやつに言ってもしょうがないけど。なら先輩たちがあいつのレポート手伝ってやればよかったんじゃないですか。好きで一緒にいたわけじゃないのに。いやそれはない、俺の卒業がない。ごもっとも。まあ嫌いなら一緒にいない選択肢もないわけじゃなかったんだけどな。それにな、もう完全に北原と泉は付き合ってるってゼミの中じゃ共通認識になってたし。
うちらの代の女たちが聞いてみたら、本人ゲラゲラ笑って否定しなかったって。それ、全然答えになってないじゃないですか。いや。心当たりないですか？大学とか別のバイト先とかでもいつの間にか公認扱いされてたりとか。あったな。こういうのも俺のせいなんだろうか。泉が俺との関係を否定しないのも、俺が泉に曖昧な態度を示してしまうから。あいつとならそういう感覚をお互い抱かないだろうって信じてたけど、そんな信頼、本当に信頼と呼べる代物なんだろうか。くっそー、つまらん。ほら、もっと飲みきたから。次は俺の番な。彼女が来ない分、お前が責任取るんだぞ。俺が救急車で運ばれたら、先輩たちの就職に良くない影響が出ると思いますけど。お前、前から思ってたけど、嫌なやつだな。ええ、女なんか寄ってくるわけないですよ。うん。ああ。ほう。ダメだ。やっぱり翔子さんみたいにはいかないよ。まあ少女やしな。ごちそうさま。どうしたらこんなの口の中で結べるようになるの？いつも練習してたりする？これってキスのうまさに通じるものがあるって言うけどね。キス？なんてね。口の中を自由に動かせればこんなの誰だってできるよ。普通の人はそれができないんだけど。にしても堪能させていただきました。ん？できなかったのに？ううん、刹那の色っぽい声と仕草をね。え？あんなの目の前でやられたら男はたまったもんじゃないだろうね。何のこと？小さくすぼめた唇からチロッと顔を出すピンクの舌とか、少しだけ苦しそうで少しだけ恍惚とした吐息とか。いやらしいよ、言い方が。刹那の仕草の方がよっぽどいやらしいってば。もう男を誘う要素満載。私と色気が違うよ、色気が。ちょっとやめてよ。そんなの意識してないってば。ほんと、すっごい勉強になる。最高だよ、お師匠様。刹那ってさ、会うたびに新発見があるんだよね。ほんと見てて面白い。私には翔子さんの方が面白いけどな。話をしてても全然先が読めないし。普通の男の子ならコロッと行くに決まってるのにね。刹那の彼って不感症なんじゃないの？またその話？何度も言うけどさ、私が男だったら絶対にほっとかないって、こんな理想の子。刹那となら女同士でも。もう翔子さんってば。なあ、今度のクリスマス一緒に過ごさないか？三つ星レストランでフレンチを堪能して、レインボーブリッジで夜景を眺めて、それから。逆だよ、感受性が豊かだったんだ。
人のボケに付き合ってくれないし。だからいつまでも傷が癒えないんだ。私も自分も許してくれないんだよ。え？いけない。また変なこと喋っちゃった。彼なんていないはずなのにね。そろそろ帰らないと。今日はありがとね、翔子さん。あのさ、刹那。ん？何年も一人の男を思い続けるってどういう感じ？何のこと？心当たりがなければ別にいいんだけどね。ただ参考までに聞いてみただけだし。行こうか。私おごるよ。二人の再会を祝して。私も祝いたいから割り勘でどう？了解。行こうか。うん。どういう感じかと聞かれてもそんなのわかんないよ。え？だってその意味を考えたこともないし、ずっと思い続けようって努力したこともないんだから、ただの結果論だよ。刹那。あ、でもさ、逆の努力は何度でもしたかな。忘れるためのね。やっぱあんた男にとって毒だよ。泉、お前今まで携帯も切って何やってたんだよ。ごめん、ちょっと当てられてた。というかものすごく濃い特訓してた。そういうとこに繋がるんやな。いいね。ん？言ってる意味がわからないんだが。わかんないだろうね。約束の待ち合わせ時間から2時間後、第一刻の末にかかってきた電話、携帯からはなんだか妙に堪能したというか、そんなちょっとぼーっとした泉の声が聞こえてきた。まあいいや、場所わかるか？なんなら迎えに行ってもいいけど。まだやってんの？打ち上げ。店は9時までって話だからまだ大丈夫だ。それにどうせ二次会とかもあるんだろうし。そっか。どうした？もしかして来れなくなった？そういうわけじゃないんだけどさ。泉？どうしよっかな。やっぱり今の泉の態度はどこか変だ。倦怠感というか方向感というか、いつも以上にだらりとした言動がいつも以上に俺のテンポとずれる。春樹はさ、どうすんの？一次会終わったら。まあ今日くらいは二次会付き合ってもいいけど。泉？そっちみんないるんだよね。打ち上げなんだから当たり前だろ。いつも来ないのはお前くらいだ。やっぱ変だ。いつもはテンポはずれるんだけど、会話の流れはきちんと掴んでて、そこがまた心地よくさせてくれるやつなのに。今日は空気を読んでないというか、俺を相手にしていないというか。ハルキさ。なんだよ。抜けてこれない？意味がわからん。二次会二人きりでやんないって意味なんだけど。意味がわからん。ダメかな。会いたいんだけどな、今すぐ。だったら今すぐこっちに来いよ。みんな待ってるんだぞ。ハルキ、空気読めてない。ほら、空気読めてない。それはお前だ。何急にわけのわからんわがまま言ってやがる。でも俺を相手にしていないって方の推測は、これは大外れなんだろうか。どうしてもダメ？今でなくちゃいけないんだけど。何がだよ。何言ってるんだお前。他力になりたいって、別にそんな言葉に動揺するような関係じゃない。この一月何度も部屋に上がり込んできた。
付き合ってないくせに何時間も何十時間も二人きりでいた。それなのに。ねえ、いいじゃん。鉄は熱いうちに打てって言うじゃん。だから、俺に分かるように説明しろ。なんで今日に限って泉も俺も妙にこだわるんだろう。今からそっち行くよ。じゃあ今から30分後御宿の東口改札で。いいんだね。この前おごるって約束したからな。ハルキ、多分2人とも気づいてる。あの時の約束は泉が結局止まってったことで特に意味のないものになっているって。今度はすっぽかすなよ。俺さっき1時間近く待ったんだからな。さっきのは分かった、絶対に行くよ。だけど二人とも蒸し返さないのはそんなことをして幸せになる人間が誰もいないから。それじゃあ後で。うん。俺たち二人の間にはさてと、私は誰？私です。ほら、小木曽刹那。覚えてませんか？この前のパーティーで。あれと同等以上の女を演じなきゃならないなんて。なんてハードルの高い男だろうね、春樹くん。やりがいあるよね。よし、気合い入れていこう。お疲れ様でした。ほーら、グッと言ってグッと。ああ。バーテンさん、マンハッタンおかわり。いきなり店の雰囲気ぶち壊すな。泉と入ったのは今まで飲んでいた居酒屋とは完全に趣を変えた雰囲気の良さそうなショットバーだったのに、肝心の泉の方は居酒屋のテンションだった。ハルキもガンガン行きなよ。どうせあんたのおごりなんだし。俺はさっきまでしこたま飲んできたんだよ。つか本気で俺に全部おごらせる気か。あの時の約束はとっくに無効になってるって蒸し返そうかななんて半分頭を抱えつつ、でも俺は半分胸をなで下ろしていた。本当お疲れ。あと悪かったね、無理に連れ出して。後で俺の言い訳を伝授しとくからな。先輩たちに聞かれた時ちゃんと口裏合わせろよ。大丈夫だって、どうせこれで年明けまで大学行かないし。さっきの電話の泉がそのまま来られたら、自分がどう振る舞えばいいのか決めかねていたけれど、これはいつも通りのふざけた飲み会。俺がつまみを作り酒を用意して、泉は飲んで騒ぐだけの不公平な宴席だったら何も遠慮することはない。散々たかられ、絞り取られた後に、説教で少しだけ留飲を下げれば万事解決。そうだよ、だってそれが俺たちの流儀なんだから。なあ泉。目の前にまた新しいグラスが置かれる。俺がグラスを開けるたび、泉が勝手に追加オーダーを飛ばしてしまうから。まだ自分の中のブレーキも作動しないのをいいことに、それを次から次へと開ける俺にも問題があるかもしれないけど。ん？逆に泉の方が先に限界が近いのか、さっきからカクテルに添えられたチェリーを口に含むだけでグラスが開かなくなった。とはいえこいつの重ねた杯数に追いつくにはあと2杯飲む必要があるけど。ヒッチ早っ。お前さ、学園時代どんなやつだったわけ？なんでそんなこと聞くの？いきなり。別にいきなりじゃないだろう。
前から何度か聞いてたと思うけど。きっかけはあの昔のレポート。北陸地方の民話なんていうかなり資料を探すのも大変そうな、しかも地味な研究をしていた学生時代。今の怠惰で容量良くて人間として軽い泉はいつ形作られたんだろうって失礼な疑問が頭に浮かぶのは当然だと思う。いや、当然だと思うことが失礼に当たるんだろうか。確か都立だったよな。どこだっけ。東有川。ああ、千葉に近い方。にしてもなんで語尾を上げるんだろう。話してもいいけどさ、別につまんないよ。お前と話しててつまらないと思ったことないよ。あ、ごめん。なんか泉の肩がピクンと震えたような気がした。だから俺は自分の吐いたセリフの意味もろくろく考えず、ただ妙な反応に過剰反応を返した。ううん、結構嬉しいかも。あ、謝ろっか。いや、別に。泉の右手がカウンターの上に置かれた俺の左手にそっと重ねられる。けどそれはいつもの泉の悪ふざけ。軽くつねったり爪で引っかいたり、スキンシップだかいたずらだかわからない、ほんのちょっとしたじゃれ合い。だから俺は過剰反応したりしない。だって男と女じゃなくて友達同士の触れ合いだから。指相撲やろ、1234567890とか、指しのじなこれじとか、どっちの手が大きいかなとか、そういったレベルの。なあ泉、謝ろっか。いや謝らなくてもいいけど、意図を説明してほしいなと。なんとなく春樹をいじってみたくなっただけ。そうそういったレベルのはずなんだけど。なんか違う。いつもの泉と手触りが違う。いや、正確に言えば手触られだけど。どこにでもいる普通の女の子だったよ。え？都立の時代の私。何春樹、自分で聞いたことすっかり忘れてる？別に。いつもの泉と手の動きが違う。学校の中じゃ目立たなくて、だから同じ学年の子にも覚えててもらえなかったり。そうか。つねったり引っかいたり指相撲をしたり、ただ俺の手の甲に自分の手のひらを、重ねる。その手触りも繊細で滑らかで柔らかくて、いつもの力強さっていうか、俺の照れと躊躇を誘発しないための気遣いがない。でもそれはいつもより乱暴なわけじゃなく、ただいつもより優しい。けれどいつもより踏み込んだ触れ合い。だからいつもみたいに邪魔そうに振り払えない。困惑と羞恥と、そして少しの安心感とともに、ただあるがままの状況を受け入れる。そうだね、部活はそれなりにやってたかな。へえ。結構なもんだったんだよ。3年の時には賞ももらったんだから。そりゃすごいな。何部に入ってた？じゃあね、当ててみて。ヒント、俺の配数が泉に追いついた頃、泉のポワッと明るんだ瞳が俺を、無遠慮に覗き込む。ヒントね。じゃあ泉はさっきまで舐めていたさくらんぼの実から茎だけ引き抜くと指ごと口の中に押し込んだ。それに何の意味があるんだ。小さくすぼめた唇から自らの指を加え込み、軽い唾液の音を響かせる。こんなでどう？口の中で結ぼうってのか？うん。泉は返事の代わりにコクンとうなずきながら、
口の中をゆっくりと動かし始める。じっと俺を見つめたままで。で、それができるとどうなんだ？こういうのが役に立つ部だったんだよ。ほら、よく見てみ。そう言うと泉は口を半開きにしたまま舌をもぞもぞと動かし茎結びを始める。さて、答えは？ごめん、部活だったよな。泉の喋り方が舌足らずだったから聞き取れなかったわけじゃない。合唱部？ブブー。その顔と声と息遣いと舌の奏でる音があまりにも艶めかしかったから。それならまさか軽音楽部とかそういうバンドのボーカルみたいな。小さくすぼめた唇からチロッと顔を出すピンクの舌とか、少しだけ苦しそうで少しだけ方向とした吐息とか。わかった、演劇部だ。あの連中も発声練習よくやってるもんな。ブブー。そんな泉とは思えない色に当てられて、俺は酒だけじゃない熱い汗を吹き出させ、降参、もういいだろ。泉の顔をまともに見ていられなくなり、だからヒントをこれ以上見ることもかなわず、あえなく負けを認めた。